マインフルブリーディング5、自分の息遣いと脳の働きの関係に深く気づくなら、あなたは自分の過去も現在をも未来をも理解することができます。まず手始めに、怒った時の息遣いにすぐ気づくトレーニングをしてみましょう。怒った時の脳波とその時の息遣いの見事な一致にいつも気づけるようになれば、怒るという条件付けの根深さに気づくことでしょう。気づいてこそ自由にもなれるのです。愛の息吹マインフルブリーディングをできないということは、別な息遣い、別な感情思考をしているということですね。その典型的な例が、怒る、怒る、腹を立てるということですね。誰でも一日に一度とは言わなくても、一週間に一回や二回は怒ったり腹を立てたりするのではないでしょうか。怒るというのは、自分の気に入らないことが起きるので怒るのですね。ではどうしてその気に入らないことが起こるのでしょう。それは周りの人が何かをするからというよりも、自分の中にこれは好き、これは嫌いという好き嫌いのパターンの擦り込みがあるからなんですね。もし自分の心の中にこれは好き、あれは嫌いという好き嫌いが全くなかったならば、外の世界でどのようなことが起ころうとも、怒る、怒るということはないのですね。例えば、人が何かをしたということではなくて、雨が降っても腹を立てる人もいれば、それから風が吹いても怒る人もいるわけですね。まあ全く馬鹿げたことなんですけれども、自分ではどうしようもないことに腹を立てる人たちがいるものです。でも、雨が吹いて腹を立てる人もいれば、雨が降ってくれてこれで畑も助かると喜ぶ人もいるわけですね。ということは、何か一つの出来事というのは、兼ね合い関係で自分に影響を持つ、あるいは兼ね合い関係で影響を受ける自分の心があるということなんですね。何かの出来事に対して起こるという条件付けが自分の中にあるならば、いつまでも起こらなければいけないわけですから、周りで起こる何かをなくしてしまうのではなく、自分の心の中にある起こる、怒るという条件付けを解消してしまえば簡単ですね。そうすれば、人に何を言われようと、雨が降ろうと、風が吹こうと、別に起こらなくても済むようになるわけです。まずは、自分の感情思考がどのような条件付けに支配されているのか、ということを、息の観察をしながら深く気づいて、それから、息の観察をしている時だけではなく、日常生活のいろいろな場面で、どのように自分は条件反射をしてしまっているだろうか、ということに気づくようにしていくとよろしいですね。そのようにして、息に気づくというところから、自分の心の中に深く根ざしている条件付け、すり込み、実験に気づいて、それらから自由になろう
という意欲を持って修行していくことですね。そうすればマインドフルブリーディングが可能になってくるわけですね。